や、誠司さん、さっき漏らしたのは自分ですよって言ったじゃん。そんなのはいいんだよ。いや、言ってましたね。漏らしたのじゃ誰なんだよ。これは分からないです。分からないけど、さっきは誠司さんが漏らした。あのクッションに座ってたの誰だ、最後に。まず初めに誠司さんが座って、私が言ってた時、あの、なおちゃん家に行った時に、まず座ってたのは誠司さんです。でその後誰座った？その後あのトシさん。そうだろ。じゃあ誰だよ犯人は？誠司さん。違うってまたそんなこと言うなよ。俺だって俺言うてよ。あんた考えて謝るんだよ全然。謝って謝るんだよ。もうあの本当申し訳ない。誠司さんには本当申し訳ない。本当頭。それであんたどう言ってんのそれ？誠司さんじゃないんだ俺だよ。そうだろ。いやトシさんが漏らしたんだよ。いや違う。俺じゃねえよ。誠司さんが漏らしました。ねえ、どうした？ということは、トシちゃんも漏らしたという。誠司さんも漏らしたとさっき言ってた。うん、違うって。ということは、2人、それは違うんだよ。2人とも漏らしたということですか？いや、2人とも。誠司さん、そんなことしないよ。漏らしないよ。しないよ。こういうの全部するって言ったら、さっき漏らしたと俺らが言ってましたね。変なこと言わんといてよ。俺聞き間違えた。謝んなさいよ、先生に。謝んなさいよ。間違えました。ごめんなさい。先生に言ったらいいやん。漏らしたの、トシさんだよ。トシさん。70超えてたらね、漏れるの。寒いね。わかる？酒飲んでたり、酔っ払ってたら、いつ出たかもわかんないんだよ。緩くなっちゃうんだよ、締まりが。ね？わかる？俺まだ41だよ。漏らすわけないだろ。そうだね。可愛い。マジで。あれも引きですから。あれ普通に向かい席の72だね。72。自分の親父さん何歳？55でしょあなた。何歳だ？72歳。同じぐらいか。同じぐらいです。お父さんぐらいだ。だから自分のお父さんぐらいだ。父親だと思う。分かるでしょ。最後。日本丸だから。しょっちゅうなんだよ。分かる。あんなクッションなんか300円ぐらい売ってどうでもいいんだよ、あんなの。え？人のせいにするのはダメなんだって。マジで。君みたいな人が。俺、カズマが好きではない。怒られます。何が5000円だ。誰が言ってんだろ、クッション5000円とか言って。言ってないですよ。言ってよ、言ってよ。言ってよ。おう。あんた何言ってんの？発信機何台も持ってなんて、俺ないから。どう取りなさいよ。意味ないよ。何勉強してんの？何台も発信機持ってんの？ねえ、花火とかないとか欲しいんだろ？欲しかったらさ、平井さん言ったらみんな焼いてるのにしなさいよ。発信機持って売ってるやんか。いらないの？仕事やってるのいらないの？だってみんなからこう仕事は仕事で、これはこれでまた2人ずつもらったらええんか。500円でも1000円でも、これを中断したらダメだよ。せっかく意味ないよ。これないから、これは好きじゃないから。中断したから。トシさん、漏れてる感じはあったの？あ、じわじわ、なんか濡れてんなみたいな。あ、ありました。あったんだ。はい。でも、降りたよ。うん。どの時に？いや、払うって、だから、お金は。どの時？払うよ、5000円。5000円もいいよ。300円であんなの。だから、車だったよ、誕生日会に。うん。どこら辺で漏らしちゃったの？時間的には、競馬で。何レースぐらいで漏らしちゃったの？漏れちゃったな。いや、トイレ行ってか、それを通って。トイレ行った後、残尿ってこと？残尿？いや、そうそう。申し訳ないけど、トイレはどうしてでもこう、トイレ行ってからこう、チンコを踏むやんか。チンコ踏むやんか。踏むやんか。うん。どこやんか。それがちょっと、いや、いいなって。おしっこ出るって、脳から発展するんだよね、これね。脳から、今おしっこ出ますよって、唾が出ますよとか、脳が発生するんだよ。そうですよ。それも、分からんから、出たやつに出てしまったんだよ。だからもう、パチンコにちょっと、
トイレ行こうかとか、ちびってる、うん、あ、パチンコ屋でも漏らした時あるの、なんか偉そうらしいな、パチンコしてても、いや、いや、そのこう、うるるとか、うるるとか、歩いたところに、あれを行って、トイレ、ね、コンビニほとんどあんまりないからね、トイレ借りてくれとか、コンビニは、だからパチンコ行って、トイレ借りて、すげえね、ほんで、そうかね、これ、あら、それも、それが確かにそれは原因だわ、うん、僕だわ、バイト入りだわ、なんかさ、尿漏れにさ、聞くさ、漢方薬みたいななかったっけ、それ飲む、なんかあったよね、いや、もうトイレだわ、どうせ、セリさんも聞かないと、尿漏れのさ、薬なんかあったよね、漢方薬、それ飲む、いや、尿漏れっていうか膀胱炎、膀胱炎だよ、膀胱炎、膀胱炎、膀胱炎、漢方薬飲む、はい、この治したくない、不便じゃないそれ、ちょっと、そんなこと、いや、俺、飲んでるから大丈夫か、ノコギリやし、筋肉骨折と脳骨折なの、まあタルンケア飲んでるから、うん、そういうの合併の薬やから、楽に言えたんや、あれ違和感の原因があったら私は困るやん、これ何ですか、ハート、あ、これ僕のやつだ、じゃあインサートします、僕のハート、心臓ですね、鶏肉の、いや、まだまだまだ、あの社長さん、ノギマ、セセリ、また明日、いや、もう今夜もあかんから、あいつまた近くがあるんだ、こういうんだよね、あれ、なくなったからね、そこでやるんだよ、あ、やだ、100円か、いや、あれは僕のやつとは違うよ、1000円で200円だよ、え、それか、さやさん、昨日来てましたか、家は昨日、いや、俺、家はもう全然動いてない、よー、せんわ、え、聞いてます、俺、やってるんだよ、昨日来てた、昨日、5時って何、なんか入れました、いや、うまいね、これさやさんとあれちっちゃいジャンプ、あ、ここ美味しいね、バーヘイブを僕が、どんな、何だろうな、そうです、いや、俺まだ頼めない、なんで頼めないの、あんた頼めたんじゃん、ね、それを頼まない、もうここでさやさんやって、はいよ、さやさんのギターやって、ね、バンジーがドラムやってっていうイメージが湧くじゃないですか、ボーカル食べたんだから僕になったんですよね、そのたまたまめっちゃ楽しみにしててめっちゃ覚えてたんやけど、なくなった軟骨とズリ、あれズリ、長谷川家、ズリ、長谷川家、今年のウェビー音楽教室のズリしたいし、食べていいの、おう、いいよ、めっちゃ覚えてたんやけど、ズリいただきました、どう、ちゃんと覚えてたんやけど、俺だ、髪型もちょっと俺、ストリバーヘイレンできるんだよ、髪型になってるじゃないですか、うまい、でなんかね、タンクトップとか着てね、なんか星型のなんか T シャツ着てね、デビットリードスズリ、ああ、あのボーカルデビットリードス、うん、いい、めちゃうリードスっていうかね、いや、これ眠るよ、あの人を、はい、意識してしなきゃいけよね、あれめっちゃいいっすよね、僕に肉がやってないけど、そう、思ったやつだけど、やってたもんね、やってるイメージが湧くじゃないですか、ドラムとギターと奥さんのハントップで、ね、気持ちやって、で、ね、これ、強豪か、もうここに出るかな、ドラムとなのに、やめるのみたいな、俺、まあ覚えたんやけど、ここで、こうやったやめる、どうですか、よっちゃん先生に、よっちゃん、じゃあ来年の1月これジャンプやってくださいよ、やってもらうよ、僕歌うんで、やってやってくれて、来年やったらラップもね、今年なんかサッカーの大事な時代があると思う、あー、でも1年目に、お姉ちゃんがいらっしゃるみたいです、
カズマいつ帰るの？明日帰ります、ね、明日仕事なんで明日どこに行くの？岐阜？岐阜まで、はい、まあ、何時から、ね、明日どこ？明日3時から太陽ないけど夕方の？夕方の、まあ、まあ年いったらね、僕らあんま変わらないじゃないですか。こんな感じで交代勤務は交代勤務これもらっていいですか？それ俺頼んでない。誰だ？何て言ってた？これ何ですか？何つってたの？無理が食べないよ。セセリ？セセリ俺頼んだよ。自分で頼めばいいじゃん。なんで自分で頼まないの？今頼みました。うん、頼んだんじゃん。来たら交換しましょう。うん、1本もらっていい？自分で食いたいのさ、なんで足らない55歳になって、はい、今なんで人の食うの、うん、おかしくない？それは、でも食べたい、なんで頼めばよかったの？食べたいの選べばよかったの？今頼んだ、頼んだの？今6本頼んだ。それ待ってばいいの、はい、何で待ってないの？大人でしょ、子供じゃないんだから、はい、1本食えよ。ありがとうございます。いい、返せよちゃんと。はい、すぐに返す。俺言って。いやいいよ、ロシちゃんのおごりだよ。ロシちゃんのおごり払うよ、まだ払ってゲーテンのチェックの一本で、もう暴言与えてるから。これ皮、鳥皮業務が5000くれてるから。そうですね、まあさ、何個言うたちはもうちょっとさ、カツオさん来れるけど、どん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 喋ってよ。そうだよ、無口でおらんと。ああ言ってんの、トシちゃん全然喋んない。俺だってボール与えてるんだよ、ごめんなさい。すいません、僕が言えないで、言えないよ。すいません、説明しないよ。カルピスおかわりで、なんでもないんだよ、濃いめで。で、奥さんおったら別だよ、僕と言ってないんだよ。バズイチンやろ、バズイチンやろ。前は、ちょっと強いことだ、パッと出ないなんだわ。そうなんだよ、分かった。だから、無口なんだよ、あんたは奥さんに、うん、ね、捨てられちゃうんだよ。ん、バツイチなんだよ、奥さんに。ゆうさん、あれ、奥さんに捨てられちゃうんだよ。ビンネのボーカル誰でしたっけ？関係ないよ。アーネル・ピネダの、アーネル・ピネダのグループなんでしょ。どんどん文句やめるの。ジャーニー、それはそれはこっちは健康か、健康か、リューベリーの後だから、ユーゾーレに行くわな。それはセンター関係ない、これケグさんでも、ヨアちゃんでも、最初教えてもらう、天然でも、ヨーゴンでも、ベルワンさん、なんか、あ、見てごらん、ピチョ、ピチョ洋楽ついてるから、これこれ、ピチョ、この前喋らないかん、パッとしないね、ね、鼻がないっていうか、鼻がない。どうやったら鼻でこうやったの？どうした、教えてあげて。あ、鼻がないよね。見たことありますね。スター性がない。見て分かってる。なんでやん。いや、分からんけど。意味分からんけど。友達いないでしょ。友達はいないこともないけど、少ないでしょ。少ないでしょ。正確に何なんだよ。それあれやろ。正確になるやろ。リブタイガー、そういうこと、あれでしたね。アルマゲドンのね、あれはまだ違うんだ。もうちょっと自分を見つめなさいよ、はい、ね、ちょっと謙虚で、まあ、ヒューマンの努力だから。だけど、だけどさ、何回言うけど、何も本も喋れんな、喧嘩売れるぐらい喋れんな。どうせ言うと、付き合ってできないよ、これ。あの子喋れないから、冗談の一つも言えないでしょ、だって冗談も言えないでしょ。冗談も言えない。言えないでしょ。だからダメなんだよ。
ね、鍛えてください。トシさん、こういうのは先生も黙んとってや、自分で努力するんだよ、あんたは。あんたは自分で努力するんだよ。でも誰も教えてくれないよ。教えてもらえ、自分が努力せないといけないんだよ。教えてもらった方が伸びてくるんですよ。いや、それあんた分かってないやんか。あんた分かってない。自分で努力するより、優れた先輩に教えてもらった方が、教えてもらった方が伸びやすいんだよ。めんどくせえや。あんたさ、半時間見たら残って、マジうるさいよ。ひさまき。こう。どうして食べたの？いやいやいや、これ俺頼む。誰頼む？これ何番なの？これ俺頼む。自分で食べなさいよ。自分で頼んだ。で、生産でお返しなさいよ。自分で。いや、俺は自分で食べない。俺まだあるから。自分で。いや、あんた食べよ。自分で食べなさい。自分で頼んだんだから、それぐらい。別持ちない。で、生産のお返しないよ。すいません。生ちょうだい。大丈夫？いいですか？いいですか？まあ、カズマさんは知ってるけど、あんなの成長で待ってるわ。はい、まあ、政治最近も待ってると思うけど、あんだけ何で通うかね、あんだけ何で言われるのか、俺も言ってるけど、まだひどいよね。なんか何があって、なおちゃん、いや、あんまりひどいと思うのかな。思ってな、ひどいと思わない。そこからがきっかけになるんだよ。そしたら反発するやん。反発せないかんだよ。ただ、カツを塩でご飯を願いします。カツ全部だったら、あれ分かってくれないんだよ。おいしい、食べたらやんか。カズマ、お前さっきブロック祭りしちゃった、本当なの？辛い。ブロックと見せかけて、いや、お寿司屋が嫌がっとったんですよ。あのアンチコメがあったら。で、ブロックと見せかけて、あのコメント削除をあ、そうはしてないです。してないブロックゲームって。してたわって言ってるよ。してたわ。いや、ブロックしてあれコメント削除しちゃったブロックしてたよ、ほら。嘘つかないよ、リスナー。ブロックされた。リスナーさん嘘つかないよ。ブロックしたかな。ダメだよ、ブロックした。ブロック削除のつもりがブロックしちゃった。してるんだよ。間違えちゃった。ダメだよ。はい。自分が悪いんだから。叩かれるのは自分のせいなんだから。いや、違うの。私じゃなくて、他の人を叩いてる。言い訳はいいんだよ。さっきからあんた言い訳ばっかりだね。え？だからそういう人生になっちゃうんだよ。女房にも捨てられて、会社も転々として、配信も中途半端。全部が中途半端なんだよ。ね？ちょっと改めていいんじゃないか。はい。うん。どうしたの？うん。嘘つきはね、政治の始まりなんだよ。ダメだよ、それ、マカツイちゃん。これ誰？俺は。これ誰これ、カレー。ももか。ももやったら。もも、俺か。もも俺も頼みました。一緒に来たんですか。俺もも2本頼んだ。嘘はダメだから、絶対。ダメよ。信用なくすよ。生まれてこの方、嘘ついたことないですよ。つきまくってるよ。いや、ないです。俺はつきまくってるわ。俺はね。じゃあ、ダメじゃないです。嘘は自分でついたらダメって言いながら。自分は嘘ついたらダメって言いながら。でもさ、カズマさん、バレたのよ。はい。でも、嘘も褒めて言ってるよ。うん。言ってる？はい。嘘も褒めて。ありますね、そういうことは。うん。でも、みんなバレてるよ。何が？嘘を言ってるの。俺が、うん、俺嘘を言ったことないよ。で、どれみんな、どれもバレてるよ。あ、もし嘘を言った場合は。いや、もう一回じゃ、俺じゃ手を振れないんだよ。わかる？はい。先々に進まない、負けんと先に行くんだよ。
これぐらいの。あいじゃじとかなおちゃんとか全然社長とか竹に積んだよ。またお前ボト立つんだよ。これはそう。かかってこいって言うぐらい言わな。まあ、バンエレンの早口が多い。早くさん来ないですか。これこの前ちょっと不満に不満でありました。毎日仕事やから。電話鳴ってないか、おじさん。来てない電話。来てた。いやいや来るんだから。誰誰になるんだけど。誰やねん。今。うん。鳴ってた。分かんない。なってないって。なってない。社長やなってないよ。なってて分かるやん。ああ。あのマナーもしてないから。なってない。それさ、レイさん。あれ、いつ自身出てくんだけど、ノブさんがないところで全然聞いてないんだけど。どんなんだって。非通知。非通知かかってくる。そう、接中。もう4回目だ。今日もかってくる。誰が電話番号流したの、情報。まあ、ナブちゃんがいいやろね。あら。昨日4回。4回目、うん、直してくれるのダメなんだ、あいつは。あいつ大学で意味ないわ、あの直は。うん。拒否できる。できるんじゃない、拒否。できる、うん、できるかもしれない。やったんだよ、できてんだよ。配信で映しちゃった。ほら、そうだろ。間違え、でも間違えて映しちゃったって。うん。あの、直ちゃん、帰る。番号買いに行かなきゃよかった。日本で行けば行けば、昨日撮ってるさ、うん、電話かかってきて、その電話さんがかかってきて、うん、八王子の電話番号みんなにバラしてるって、で、火薬さんだって、うん、で、今から言っても聞いてもらうんだって言ったら、正直で答えたよ。あ、拒否はしてるけど、着信が残るんだよ。じゃあかかってきてないんだ。それはしょうがないんだ。ブルブル言ってないでしょ、通知がかかってきて。ブル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 って言ってないでしょ。ただ、直信が残る。いや、違う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 、それはまだまだ言ってないからよ、うん。それは、非通知やったらそれにならんわけね、もちろん。それおかしいね、うん。だからどうも嫌なんだよ、これ。どうも。まあ、英雄とかさ、英雄とかさ、ソフトバンクとかさ、モバイルとかさ、うん、どっかも英雄に知れよ、この野郎。やるマジで。ダメだわ、どこも。やる彼の中、床取り上がってよ。マジで。何がかけようねんよ。ドコモのアンチになりました。ドコモダメだね。ドコモダメ、うん、だって、すぐ使えてたよ。すぐ行ったら10分ぐらい行くよ。あの、もう取れたからね。もう何番に行くか食べるって。何番だよ、何番、何番。そしたらね、僕のガラケーからスマホに変えたらどうですか。いや、もうやめてよ。嫌だ。いやいや、ダメ。お金かかるから、早くかかるから。かかるでって。なんでそのかんねん、かかんねんかね。どこではかかるね。父ちゃん、トイレは行きなよ、行きたくなったら。トイレは。ジローみたいな。尿意。いや、ガラケンが苦手で去年かな、って言ったかどうか。分かる。いや、まだこれはガラケンになってるって言ったの。もし越したいなと思ったら、トイレ行かなあかんねん。もう、トイレ行ってまた漏らした。てる全然聞いてないけど、トイレ行かなあかんって言ったらしたら、あかんねん、お店やから。どこもあるよ、お店やから。それ英語が一番いいですよ。だから、もう何やってん。ちょっと、見てきます。その社長さん、お店を買ってたら、もうなんかすごく切れてくる。買ってきたから、で、その番号変えた方がいいよって。番号変えた方がいいよ。いや、この和訳も聞きました。八王子だから、下4桁をさ、8202にしたじゃん。八王子火薬さんが来たんだよ。変わってきたんや、ブレナさんが。下4桁、うん、で、火薬さんがあんたの八王子の電話番号をみんなバラしてるから、うん、八王子、うん、ほんで行ったら、で、謝ってお金もいらんって言ったけど変えてくれたわ。これ食ってみ、マジうまいから。初食べるよ、社長が食べてる。おごりだから、どっちやるの。ボイトレット3年目だろ。どっちやるの、おごりだから。やっぱ、サイズ感がね、うまいか。うまいでしょ。これは心臓です。うん、初は心臓です。うん、これあなたの
父ちゃんと食べようかな。もう話しで大丈夫にやってよ。じゃあ、失礼します。つくねです。つくね、はい、つくねも頼みました。はい、おかわりは？これやったらさ、おかわり、はい、ドライバーしてあげてから。すいません、すいません、ウーロン茶お願いします。コードから始まるから。ありがとうございます。めっちゃいい。あの、なんか2人ね、ブランドを持ってホルモンもらしいどうかな。ぜひ絶対あげて、一本あげて、あの音は聞いたのか、あげて、トシちゃんにあげて。いや、俺ええか、トシちゃんにあげて。ええか、ええか、社長にやって、トシちゃんにあげて。俺はもう、2本食べたから、はい、ゼリーさんも食べよう。トシちゃんにあげて。2本と言わずに、3本、4本、トシちゃんにあげて。じゃあ、もうね、じゃあトシちゃん食べよう。1万円をつけなきゃいけないですか。ありがとう。1万円、あ、カルピス濃いめで、はい、入れて始めます。あれもやってみたかった。めっちゃ美味しいな、めっちゃ美味しいやん。すごい美味しい、美味しいでしょ。釜飯もあるし、うん、釜飯あるの？あるの？ここ？